こんにちは、蝶竹ロスです。右、ドラクエの鳥山明デザインのヤマタノオロチ。左、女神天生のヤマタノオロチ。うん。俺ね、正直メガ天よりもドラクエのヤマタノオロチの方が好き。うん。なんかこう、図太とい体ってし、ごついっていうかさ、うん。 なんか女神転生のヤタ和オロチってなんかねなんか単なる蛇の集合体に目ってですね俺の中では安っぽく目んだよ、うん、だから女神転生やペルソナにヤタ和オロチが現れてもへえみたいな感じなのよ、うん、なんか女神転生のヤタ和オロチって雑魚みたいな扱いじゃんうんいや強いけど もう俺の中ではドラクエのヤマタノオルチの方がさ、インパクトあるっていうかさ、こっちがボスとしてのね、重みがあるっていうかさ、いやっていうのも俺、ドラクエ3でヤマタノオルチに何回も全滅された記憶があって、もうすっごい苦戦した思い出なのよ。うん あの俺ボストロールよりもこっちの方がさ手ごわかったっていうかうんなんか俺こっちの、うん、かっこいいっていうかうん横からこのヤマトのオロチを見ると少し変なんだけど、うん、でも俺は好きだなこっちのヤマトのオロチの方が、うんうん、ご視聴ありがとうございました。